ミスター6号は、日本のプロレスラー。愛知県出身。2006年5月27日、名古屋ヘナチョコプロレスにて、VS 学級委員が大山君戦でデビュー。当時4歳で、それまでのちびみ山仮面の5歳を抜いて、日本プロレス界歴代最年少デビューとなった。史上初の21世紀、生まれレスラーである。その後、スポルティーバエンターテイメントに移籍し、 愛知県外での活動を本格化。DDT など主力インディー団体で、大人のレスラー、格闘家、さらには変態などを相手に試合をし、注目を浴びることとなる。並行して、全国少年少女レスリング大会にも出場し、小学2年生の時には、全国大会の 22kg 級で優勝した。2009年8月8日、DDT 新木場大会、桜恵美と組 アイスリボン所属の小学生レスラー、リホと対戦し、白熱した試合を繰り広げる。2010年6月13日の DDT 後楽園、ホール大会、ベストオブスーパードインディーに、リホと組んで、参加、最終戦で、イブシコータ、ケニー・オメガ組を、オーバー・ザ・トップロープで破り優勝。同日、ケニー・オメガと、リホで、マッスル・サカイラの持つ日本海6人。 タック選手権を王座に挑戦し勝利。王座ダッシュに成功するとともに、両国大会での6人、タック三冠戦への参戦が決定する。7月25日、DDT、両国ピーターパン2010夏休みや、夏休み夏休みで6人タック統一戦に勝利。オメガに代わり、グレートソロクがパートナーになり、60歳サトリオとして話題になった。 2014年中学生になり野球部に所属したことを発表した。オーソドックスかつクラシカルな正統派レスリングを得意としつつ、スポルティーバイ後は空中技も習得。ありがとうございます。